はい、ジャムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。雨ですね。雨ですね。湿気が多くて嫌になりますね。天パは辛いです。天パは辛いです。いつもと髪型が変わったりします、はい、伸ばしても伸ばしても曲がっていくと。ということで、本日はですね、土曜日です。オープンキャンパスが行われておりまして、コミクラスとかでは、デジタル体験ということで、シンティック液晶タブレットでですね、パソコンなんですけども、こちらでテクスチャーの体験をやってみました。テクスチャーってなんだよっていうところなんですけども、ほんの一手間、二手間で、あれほど絵が見えるかな、後ろに出てるんですけども、キラーンと変わっていくと。ね、凄まじい力を与えてくれる技なんですけども、こちらをですね、体験しました。面白かった？楽しかったです。素晴らしい。ありがとうございます。コミクラスの鏡だね。イエーイ。ノリノリだな今日。はい、ということで、来週の予告動画でございます。来週はですね、5月20日、なんと来週は土曜日なんですよ。イエーイ。コボケです、うん、はい。で、ネタ何をやるのかと、体験ですね、授業体験何やれるのかと言いますと、来週は今度はですね、デジタルではなくてコピックと色鉛筆、うん、手で塗っていきます。アナログ、はい。コピックと色鉛筆を使って服の質感表現、服ちょっとね、こうサラッとしてるものがあったりとかモコモコってしてるものがあったり、いろいろありますけども、はい、来週はそちらをやってみようかなと思います。中間テストもね、そろそろ終わる頃なんじゃないかなと。結果発表が楽しみですね。楽しみなんでしょうか。楽しみな人が多いと思いますけれども、ぜひ来週来ていただければなと思います。待ってます。待ってます。バイバイ。